ああ、いけね、間違えちゃった。よし。間違っちゃった。ごめん、ごめん、ごめん。 動いてるこんばんは。ちょっと待ってね。動いてるんちょっと待って、ね。もしもーし。もしもーし、聞こえますか聞こえるもしもーし、聞こえますか聞こえるね。聞こえた。今日寒くなってきた。雨降って字固まりましたね。てっぺいさん、こんばんは。ひろしさん、こんばんは。 K チャンネルさん、こんばんは。ごめん、ごめん。あの、ちょっと今、シャワーから出てきました。うん。はい。ちょっと扇風機消すわ。あ、はい、平さん、こんばんは。どうもどうも、遅くなってすみません。9時53分か。 あなんかさすごくさ3時ぐらいから松戸3時5時ぐらいか6時ぐらいかゴロ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 言い出してさものすごい雷がね光ってゴロ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 つってすごかったですよ雨もすごい降ったしびっくりしました で今日はですね、あのー、今日は買い出し、あの、ハンバーグね、今日ね、日立の、えー、もらったね、茨城県の人からもらった、日立、日立牛のハンバーグを食べました。むちゃくちゃ美味しくて、記憶にないです。むちゃくちゃ美味しくて、記憶にないぐらい美味しかったですね。家族のみんなも、 美味しいって言ってたで張り切ってあのー、<coughs> ハンバーグの周りにさ添える添えるやつあるでしょあのー、<coughs> えっとポテトじゃがいものコンフィコンフィーとかさ <coughs> 人参のなんのだっけそういうのとか 作りましたよ一生懸命一生懸命作りましたあとコーンを、えー、ソテーしたりねあとサラダとミニトマトとかあとは、まあ、冷製スープでコーンスープあとデザートにデザートにいちご作りました一生懸命ね美味しかったなあと3つ残ってるんですよね楽しみなんですけど3つっつっても家族で3つだから 1>, 1人1個ね残ってますあのあ美味しかったな結構ねいろんなもん作ったんですよ今日はね頑張ってね YouTube でえハンバーグの付け添え付け添えっていうのは何ていうのあ人参のの、まあ、グラッセっていうかさコンフォコンフィットコンフォートじゃなんだっけハンバーグの あそうそうまあ人参のグラッセっていうのかなじゃがいものコンフィーとじゃがいものコンフィーは作りましたあとこの人参グラッセグラッセっていうのはなんていうんだろうこれコンコンつけそれつけがつけ違う 人参のグラッセか人参のグラッセ作ったのとじゃがいものコンフィー作りました美味しかったなあとまああのー、コーンを炒めたのとあとサラダを添えましたねうん人参のグラッセは美味しかったねうん美味しかった本当に美味しかった、まあ、ハンバーグが美味しかったからね 肉汁あふれるハンバーグがあとあのソースはねあのポン酢とあと大根おろし大根買ってきてねおろしましたちゃんとね大根買ってきておろしたのとこうやってこうやってぐっとおろしたのとあと薬味としては えー、細ねぎ細ねぎっていうのなんか細いねぎ三条ねぎっていうのよくわかんないけど、まあ、それとあとは大葉ですねしそっていうのがしそしその葉大葉ですね美味しかったんで一応一人大盛り大根おろしは大盛りであの3つ作りました ハンバーグ美味しくてねあっという間に食べちゃってあの記憶にない <laughs> 美味しすぎて記憶にないですね美味しすぎちゃってハンバーグ美味しすぎちゃって記憶にない和風の味付けですね、まあ、いつもはねえー、っと赤ワインのですねデミグラスソースっていうか赤ワインの、まあ、デミグラスソースを作るんだけど 今日は和風で言ってみました夏だからね夏で暑い暑いからね冬だったら赤ワインとびん何ていうのからしが入ったえー、っとソースを作るんですけどねはいかずきさんこんばんはどうもどうもでね今日ね買い物行ってきたついでにちょっとね 今日朝一番でも儲けたんじゃないですか。中野研究会の人たちを知ってると思うんだけど、<laughs> 今日さ、朝一番でもけたじゃないですか。中野研究会の人たち。ねえ、朝一番でドドドドドドと落ちていったもんね。ドル円がね。で、まあ多少ないとも、また今日もね、儲けたじゃないですか。なので、えー。 これ買ってきましたじゃじゃん長屋の梅酒これねあの町田の田中さんにアマゾンからあげたやつなんですけどでかいねこれねでかくて重いいっぱい入ってるもんでしかもさ梅も入ってるんだよねこれ何に1リットルかな四国の梅これ1000円ですよ 1080円だったかな安いなと思ってさ、まああの、山崎の梅酒も安いんだよね、あれ1000円ぐらいだからね。えー、っと、これ安いんですよね。で、ほら、今日朝一番でさ、まあ2000円ぐらいだけど、儲けたからさ、1000円、1000円これ買っちゃった。うん、まあ10万、まあだから <laughs>、証拠金が8000円ぐらいしかなかったからね。 賞金8000円しかないのに2000円儲けたからね、すごいよね。<laughs> パーセンテージからするとすごい、あの、利率儲けてるよさ朝一番でね。だだ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 だってあっという間に下がったよね。びっくりしたな、ね、あれね。びっくりしましたね。覚えてるみんな。覚えてる <laughs> ハンバーグにね、ハンバーグね、 記憶にない美味しさもうなんかね、美味しすぎちゃってね、もう物足りなかった。小さすぎ、小さすぎたと思った。<laughs> 美味しくて <laughs>、ハンバーグ美味しくて美味しくてね、肉がねに、肉がね、結構、あの、歯ごたえあるんですよね。歯ごたえっていうか柔らかいんだけど、ところどころ硬いんだよね。あと、まあ、はい。 中ですねグレープフルーツサワーとグレープフルーツサワーとあビットコインまた上がってきたね97万6000円でねあとはほろ酔いの、まあ、ソルティードックじゃないかなこれねグレーフルソルティソルティードックだねこれねほろ酔いねなので 2>, <coughs> 2つあるんだけど って楽しみなんだけどうんうんこれおっきいねこれねもっと小さいかと思ってたんですよあの町田の田中さんにねあげたやつねそしたらこんなでっかくてで1080円まあアマゾンだと1300円ぐらいだったと思うけどね送料入ってるからしょうがないんですよね でも300円でさ日本全国無料で送るなんてすごい話だよねアマゾンもねうんでねコップ洗ってきたのでこれをちょっと入れて飲んでみます田中町田の田中さんがこれおいしかったっていつも言ってるじゃないですかだからちょっと買ってきたんですよねそんなに美味しいものなのかなって皆さんもう飲んでますか もう飲み始めちゃってるみんな。いたうん。なんかさ、なんかあれだね、あの水筒みたいですね。水筒として使えるね、これ。ほら。ここに、ちゃんとうち、豚があるんですよね。 はい、開けやすいです。開けやすいです、内蓋ね。ほら。ほら。あの、麦茶入れるやつみたいね。ほら。ちょい。<coughs> それでは、蝶屋の梅酒、本場。もういい匂いしてるよ。<coughs> それでは。 乾杯の温度を取らせていただきます。皆様。<coughs> よろしいでしょうか皆様の健康と、<coughs> 一刻も早い億万長者を祈願いたしまして、乾杯の温度を取らせていただきます。乾杯<う>ああ、うまい まろやかでうまいねただ濃いね今日からこれちょっと美味しいけど濃い原酒だねこれだから終わります ジュースで割りますジュ,ースジュースいっぱいあるから <coughs> メッツああうまいねうんやっぱちょやの虫はさらりとしてていいよねうん <coughs> さらりとしたうめし 乾杯うめポッカレモン100も入れちゃおうかやめとくわそれは。うん爆発するかもしれないから。はいどうもミクミクさん乾杯ありがとうね。じゃあビットコインのも見てみるドル円とか。 いやあ、あの、平田さんからまださ、あの、くまもん、くまのハンバーグ届いてないよ。<laughs> あちょっと頭出たね。上、上、上行き出したね。上行き出した。でさ、俺思ったんだけど、どれ上行ってたね。で、僕さ、思ったんですけど、 ねあのー、ドル円ってさドルの価格下がってんじゃん今 <laughs> 円高になってるじゃないですか今106円もう105円台に入り,そう入りそうになってるからね今105円台に入りそうになってるんですよ今ドル円ってだから やっぱ上出たね上出ましたねこれちょっとこっちにしてみようかうんやっぱり上出ましたねビットコイン上が,上がるね完全にねうんでさドル円の価格がね、まあ、ものすごいこう下がっちゃってるわけですよってことは ビットコインってさ、ドル建てじゃないですか、大体。世界で、世界の人が買うのは。ビットコインってドル建てだから、ビットコインの価格が変わらなくても、ね、ビットコインの、<coughs> ドル建てのさ、ビットコインの価格が変わらなくても、円建てだとすごい変わっちゃうわけ。円建てのビットコインだとさ、勝手に変わる、変わるよね、それはね。 <laughs> 勝手に変わるじゃないですかだって今106円の15銭だよもうこれ見てくれる106円の15とか16で昨日106円の50とかだったじゃないで今日すっごい下がっちゃってさちょっとエピックペン出すねすごい下がってしまいましてですねああパスワインさんこんばんは うん、クーネラソぶさんこんばんは何こうなって <laughs> はい何送ってくれんのハンバーグいいよいいよ悪いよいいの <laughs> ほっちょっとよく分かんないこれやめとくわ すごい下がってさ106円16銭とかになっちゃってるから105円台に途中じゃないでビットコインってさ大体ドル建てで買う人が多いから世界にてはねだからドル建てのビットコインの価格は変わらなくても円建てだとさすごい上がるわけですよドル,ドルが下がってるからむちゃくちゃだからビットコインの価格がビットコインの価値がね ドルに対してのビットコイン価値が変わらなくてもドル円が下がってるから円換算だとすごい上がるんですよだから良かったね日本人ね日本人の人良かったんじゃないかなあと今日指標発表ありますよねさつりこさんこんばんは <coughs> 今日はね朝中野研究会はね まあ朝さ、まあ、午前中本当は僕やんなくちゃ、ライブやんなくちゃいけないんだけど、ちょライブやってないんですよね。それで、まあ、ただリアルタイムで LINE グループでやってるわけですよ。今、ショートエントリーしましたとかさ、ロングエントリーしましたとか、掲載しましたとか、もうほとんどリアルタイムでやってるもんですから、あ、もう終わったんですね、ADP とかね。うん、すっごい人数だね、これ。 雇用者数がマイナスになっちゃったんだね。失業ですね、これ。ちょっと良かったから上がったんだただ、やっぱり金曜日のさ、雇,雇用統計、今,今,今や雇用統計って言ったらスカポンったんだけど、ただ気になるよね。 どのぐらい雇用されてん、マイナスいくらになるかね。だか金曜日までは動かないんじゃねえかとか言いつつ、すごい落ちてるよね。うん、今日の、今日も朝さ、まあ、ここら辺で、ここら辺、ここら辺でエントリーしたのかな、直前、お爆下げする直前で。 爆下げす直前で焦点取りしたんでね、みんなでね。じゃブワーッどうしたんですよね。で、ちょっと上行って理学して、だいたい19ピプス取ったんですよ。みんなでね。19ピプス取ったんですよ。まあ、普通の人だったら15ピプスで理学ですね。自動理学なんですけど、長野研究部はね。僕は先生だから <laughs>、いや、本当にいけないんだけど、19ピプス取ったんですよね。 まあ、あのずっと持ってた人はこう上がっちゃったんだけど、まあ、先ほどバーって下がってここまでいきましたねうんまあ今日はもう何にもないのでこの後とねまあでも今日も下がりすぎたのでちょっとこれ以上下がらないと思うんですよ雇用統計まではね下がんない逆にちょっと上がるんじゃないかなうんこれから上がっていくと思うんですよね雇用統計にかけてこれずっと上がっていきますよ うん、明日、明日、明後日ね。ちょっと下がりすぎたね、今日はね。今日ここから、ああ、ちちちちここ、ここだ。そうですね。えっと、あ、そうそうそう、だから、朝、朝ね、ここら辺でエントリーして落ちたんだよね。ここら辺でエントリーして落ちたんだこうやってね。 でちょっと上がったところで僕は利確しました。これ19ピップスでしたね。うん。まあそのまま持ってれば確かにもっと下がってんじゃんと思うかもしれないけど、まあそのまま上がっちゃうときもあるから、細かく利確がいい一番いいですよね。細かくあとは僕はね、今までの経験だと上がっていくと思うんですよ。明日、明後日に、今日、明日、明後日にかけてね。 雇用統計があるんでねそしてまあ雇用統計でまあ本格的に下がると。思うんだけどまあ分かんないですよこのまま下がっていっちゃうケースもあるからねうん何とも言えない <coughs>、うん、え何もう GM モルガンって何 ?GM モルガンって何 JP モルガのこと <laughs> GM って <laughs> 仮想通貨飽きるでしょうだって <laughs> 仮想通貨誰もが飽きてると思うよバカバカしいと思ってると思いますようんうん仮想通貨あえて仮想通貨やる必要ないんじゃないんだって損,損するだけでもう儲かんないもんね全然ねテクニカルチャートも効かないしファンダメンタルもよくわかんないしうん まあ下がってるだけだもんね。だってね。ビットコインが上がるぐらいで、あとは全部下がっちゃってるもんね <coughs>。ビットコインだって一時期に比べれば下がっちゃってるし、まだまだね。まあ他の、まあイーサリアムなんかってむちゃくちゃ下がってるでしょ。だって。まあ一時イーサリアムって言ったら10万とか20万円あったもんね。まあ少なくても10万はあったじゃないですか。それが今2万とか1万何千とか。 私ねリップルだって80円90円とかあったのが今ねえ見るに及ばずでしょだって23円とかだったっけうん「体の枝だ」って70円80円あったのがさ5円とかだもんねネムだってさ 160円とかさ150円とかあったのがもう何円と2円とかでしょだからまあ保存はしてる人はいるけど儲かってる人はいないんじゃない、うん、途中で売り抜けた人だけだけどなかなかいないですよねビットコインだけじゃないですかうん、まあ、なかなか難しいですよね あまあ、ちょっと怖くてできないですね、今日はね。まあ、これ以上はちょっとできないです。今日はできないですね。で明日は、うん、今日はやめた方がいいですね、これ以上は。明日は、で明日は日本の銀行久しぶりに開くでしょう。<laughs> 明日むちゃくちゃ上がりますよ、長年。長年むちゃくちゃ上がるから、明日。買うからみんな、銀行。 ういったとか今支払いがあるからブイヤーンって上がっちゃうから多分これずっと夜中からずっと上がっていっちゃって朝の中れで朝の流れですごい上がると思うんですよねどのぐらい上がるかな50ピップスくらい上がると思うんだよね106円とかまたいっちゃうかもしれないね106円か107円とかいっちゃうかもしれないねまた 明日の朝ね。で、それからまあ下がっていくから、わかんない。雇用統計があるから、107円まで、明日の朝107円までいって、横横になると思うんだよね。で、雇用統計で、まあ、結果が悪いから、やっぱり落ちようか、みたいな感じになると思うんだよね。だから今、ショート入れちゃうと、まあ、所詮かられちゃうよね。どうせ明日の朝の中身が半端ねえから、明日。 明日久しぶりの、久しぶりの営業日でしょ、銀行、日本の銀行の。明日、明後日がか、7、8は爆買いすると思いますよ。ドルをね。だからすごい上がるから、気をつけないときね。まあ中にやるんだったらロングだね、明日ね <coughs>。ロングですね。うん。わかんねえよ、ねも。そんなこと言われたって。それだってただの人間なんだからわかんねえよ。 2万4.3円か。えー、ペナントフラッグえー、どういうことこれ、蝶谷梅酒美味しいよ、これ。うん。さらりとした梅酒かな。で、山崎の梅酒はスモーキーな梅酒だから。あれはやばいよ、あれは。これはさらりとした梅酒。さあ、 さらりとした梅酒 <laughs> やばいね FX ね細かく理学していってさ細かく損切りしていけばあのお金って増えていくんだよね FX ってね ルール通りにやれば、あの、絶対に、まあ、ルール通りですよ、あくまでもね。あくまでも、ルール通りやれば、絶対に億万長者になるんですよ、FX はね。ギャンブル理論でルール作ってるから。ギャンブルだと思ってるから、最初から。うん。だから、皆様も、ぜひね、FX <laughs>。うん、だって、 会社行かなくていいいんんだもんだもっていつまでもさバカな上司に「バカ」って「お前はバカだ」って言われる必要ないじゃないんだって頭きちゃいじゃんこっちだってさお前の方がバカだろって思うもんね <laughs> 世の中コロナがいっぱいいるのにさリスクを犯してまで外出る必要ないっすよね体もきついんだからさ飲み会なんかも行く必要ないし でお客さん対応なんてやる必要ないからさ、まあ、人間がね成長していく中でやっぱり人間っていうのは人と人との間って書くからね人との交わりをしなければ人間っていうのは成長しないんだけれども今ってひどいもんじゃないですか景気が悪いから1991年のバブル崩壊の時から 俺は景気悪いと思ってますよ、ずっと。人間関係がギスギスしすぎだもん。あの頃はまださ、良かったですよ。うんな、なんだかんだ言いながら <coughs>、みんな仕事はあるし、お金もいっぱいあるし、銀行は借りてくれ、借りてくれ、借りてくれって言うし、土地はどんどん上がるし、貧乏人はいなかったですよね。うん それがね今やさ仕事はないし金もないしうんまあ一つのねリンゴをみんなで奪い合うって、うん、ちょっと待ってね <laughs> うん一つのリンゴをさみんなでね奪い合ってるようなもんだから俺スタいだね だからまあ仮想通貨仮想通貨は仮想通貨投資ってのはリスク高いよねやっぱ、うん、完全にね何が何だかよく分かんない、まあ、上がるのか下がるのかもよく分かんないしさファンダメンタルが通用しないから、まあ、わざわざ仮想通貨投資する必要ないじゃんだってあの外国為替や FX やってればいいしさ株式投資やってればいいじゃない。 <coughs> とか再建投資やってればいいじゃないですか仮想通貨ただ何がどうなってるか分かんないしさだいたいその金融商品取引法で規制されてないからだからお金集めるだけ集めてさドローンしても全然大丈夫だしさ何が何だか分かんないんじゃないだって株なのかさ最近あの 株なのか為替なのかよく分かんないじゃないですか。通貨だとか言うけど、通貨だったら中央銀行で規制されてるのかってされてないでしょ。だからお、ね、お金投資してさ、それ持ってかれても終わりじゃないですか。だから、まあ、ちょっと厳しいですよね。<laughs> 仮想通貨ね。うん、まあ、もうちょっとしないと健全な。 マーケットには成長しないのかなって最近思ったりはしてるもう少ししたらかなうん FX は完全にさ中央銀行制度でねガチガチに法律でさ固められたさルールの中でやってるからドローンすることもできないしね不正が行われることもないから 上々廃止されることもないしねドルとかね円がね <laughs> でドル円にやってる限りはデフォルトもないしさだから全然 <laughs> 安心なんですよ仮想通貨は取引所自体がなくなっちゃったりさある一つでねあれはショックだよねやっぱねまあああいうことが続くとさ飽きるよねさすがに。 さすがにきついよねうんまあだから名称変更されただけで全然ダメなんですよね全然あの法律ないからだから厳しいんじゃないかなまだねうん厳しいと思いますうん まあ、プロの金融屋として見ればまあまだ,まだまだまだ子供の遊びかなっていうところあるかもしれないねそういうふうに見られちゃうかもしれないねうん、まあ、ドル円はねちょっと下がりすぎたから今日ね最近さ今週下がりすぎたからこれ以上下がらないと思いますよドル円はねうん 逆に上がってくると思うんですよねうん上がってくんじゃないかな少し上がっ,上がってくるんじゃないかなうん下がってきたけどねまあちょっと今日はもうやらないです僕は夜遅いしねうんビットコインは やっぱ上がってきたねやっぱり、ね、僕の言った通りでしょ上がるって <laughs> まあ98万4000ですね今ねうんはいでちょっとね取りレってき分んでちょっと休憩して,てください皆さんごめんねちょっとちょっと取りにてきます すみません帰ってきました帰ってきました、はあ、どうもどうもすみません 帰ってきまましたすみせんですいやあお疲れ様でした今日はねあれなんですよあの車検のね見積もりを取りに行ったんですよね家の近くのオートバックスオートバックス丁寧で安いよねでついでに 念願だったですねあの, <coughs> あのドライブレコーダーをつけることにしましたドライブレコーダー皆さんドライブレコーダーつけてるドライブレコーダー知ってるドライブレコーダーってドライブレコーダー こやつあのー、安いねこういうのね5980円とかまあ前だけとか前と後ろ両方のにしました <laughs> これでね まあ、JVC ケウントのやつにしたんですよ。前と後ろ両方くっつけるやつね。で、JVC。皆さんついてるつけてないほんとまだつけてないいやー、僕も10年前からつけたかったんだけど、ようやく、あの、つけることにしました。あ、これだ。JVC ケウント。 うん、これこれ。2万5千円。エブリオ。これさ、あのー、すごく良くて、比較的安いんですよ、これ。前と後ろ両方ね。安い、安いんですよね、これね。 で200万画素あるんですよ。両方、前も後ろもね <coughs> で。結構、ナンバープレートも見れるし、ちゃんとね。レンズもね、明るいレンズつけたのでね <coughs>。で、ワイド。<coughs> ワイド視野角なんですよね。で、まああの、車に乗ってない時も、 あのなんか駐車場で車ぶつけられてる時とか30秒間自動でね録画するっていう機能もついてんだけど、まあ、バッテリーがね上がっちゃったりするからこれはやめといたでですねこれねいいのが <coughs> 機能があって <coughs> 機能があって あのなんかさ赤信号で止まるじゃんそして信号が青になると前の前の車が発進するじゃんほんでよそ目に向いてるとさ後ろの車からブーブーってやられちゃうじゃんねでその時に前の車が発進したらあのビビビーってねアラームが鳴って教えてくれる機能がついてんだってそれと なんか車線をはみ出したらまたビビーって音が鳴るんだって <laughs> なんかその他にもなんかあともう一個ぐらいあったな機能がそういう機能がついててこれまあ2万4800円なんですよまああのオートバックスでも2万5000円ぐらいで売ってたんですねこれ本体価格が一緒なんだけどあの工事費がね同じく2万5000円するんだよね 3時間かかるんだっってこれくっつけるの特にね後ろのこのカメラ後ろのこのカメラをくっつけるのがすごい大変でこのコード電源コードっていうかさ、まあ、映像コードを前に持ってくるのに、まあ、ずっとなんていうの天井裏天井裏をはわせたりするわけだから天井を一回剥がさなくちゃいけなかったりするんだってさ。 それで3時間かかるからつって工事費が同じ2万5千円かかって全部で5万円するんだよねこれね <laughs> 高いなと思ってさ前だけだったら安いんですよ前だけだったらたださ後ろからぶつけられちゃった時にちょっと嫌じゃないですか後ろからぶつけられちゃった時にさ、まあ、どっちが悪いのかは分かんないと嫌だから あと、ね、だから、あの両方、前と後ろ、両方つけました。だいたいさあの、自分は気をつけてるけど、後ろからぶつけられるときの方が多いじゃないですか。<laughs> だから、ね、ぶつけられたときに、ちゃんと映像残ってれば、ほら、ぶつかってきたじゃんって言えるじゃない。で、裁判記録としてね。 裁判にならないと思いますけど映像あればねうんだからそれとまああのー、あれですよねうんうんあっどれ下がってるほんとあ本ほんとあちょっと下がってきちゃったね ごめんごめん。下がらないよとか言って下がってんじゃん <laughs> いや、僕はもうやりません。もう、朝、十分に撮ったから、朝、朝これ撮ったんだよね。19ピプスね。うん、もう疲れちゃったからやんないっすね。はい。今日。でね、車検がね、まあ、税金とか重量税とかさ、税金が、 7万ぐらいするんだよね。税金がね、税金いろいろなあの自賠責保険とかね。あと、えっと、整備、整備で10万ぐらい必要だよって言われちゃった。うん、まあ8万ぐらいでもいいかもしれないけどね。だから17万ですね。あとは、 なんだっけドライブレコーダードライブレコーダー5万円ですねだから全部で23万円ですね23万円 <laughs>、うん、このこの時期の23万はあ手間いだねうん まあ手間代めんどくさいもんねだって車わかんないしさ手痛そうだし2万5000円払ってさちゃ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 ってやってもらえればそれで十分ですよね、うん、だって自分でやったらなんかどうなっちゃうかわかんないもんねうんまあだから車検が17万でドラレコ5万で23万だっつって言われて まあそんなもんかなと思ってさ、ちょっと FX でまたね、ちょっと、ちょっとロット数上げてね、100万通貨で23ピップス取れば23万円だから、まあ50万通貨ぐらいでやろうか。今さ、1万通貨1400円なんですよね。あ、1200円なんだよね。証拠金がね。 だから100万通貨12万円だったね。14万から12万になっちゃったね。だからすごい安いですよね。50万通貨6万円だもんね。10万円も入れればさ、50万通貨入れられるから。50万通貨って結構大きいよね、やっぱ。1ピプス5000円だからね。10ピプス5万円だからね。50万通貨ってね、大きいよね。だからそこまで行、ね、かなくても20万通貨ぐらいで十分ですよね。 一、うん、日10ピプス取って2万だし、15ピプス取れば3万円だからね、一日ね。毎日は取れなくて負ける日も多いけど、まあでも、一日1万ぐらい取れるよね。うん。工事費結構する。うん。で、車検の時やってもらおうかなと思ったんだけど、 車検は車検で朝から晩までかかっちゃうから別物だって言われちゃって車検の時一緒に、ね、工,事工事やってもらえればいいなと思ったんだけど車検は朝から晩までかかるから1日車検なんだから、ね、朝10時に出して、まあ、5時に取りに行くってやつなんですけどまあそうだよなと思ってさ確かにって確かにって思いましたねうん まあ夜はね、やらないですね。もうちょっと今酔ってるし、ここまで来ちゃったじゃん。もう、ここまでね。で、まあ、こっからここまでも、まあ、10ピーブスぐらいだし、まあ、ちょっと無理だよね。うん。で、こっから折り返しで上行くような気がするんだよね。あこれ、岩盤、岩盤なんじゃないですか、ここ。あ、違うか。岩盤はないのか。 もっと下がるのか。ちょっとわかんないですね。<laughs> まあ僕は、うん、まああえて今はやらないっす。今はね。まあ今日はハンバーグを食べて、すごく美味しかったしね。この、このハンバーグ。 ひた,ひたちのハンバーグひたち牛のハンバーグうん美味しすぎちゃって気遅りないんですようん美味しすぎちゃってでね冷蔵庫でね朝,朝解凍して冷蔵庫入れたらね夜ほんとちょうどいい感じになってたでちょっと真ん中を穴開けてくぶらせて えっとフライパンでね片面40秒ずつ焼き面つけてあとは片面3分ずつ焼いただけで鍋に蓋しましたちょうどいい感じ中も火が通っててちょうどよかった最高だったやっぱり大人はポン酢と大根おろしあとはネギあの小さなネギなんていうのあれ それと大庭大庭久美子大庭久美子っていたんですよ今ね大庭久美子ってコメットさんやってたよねうんんあ田中さん知らないどう,どうも大庭久美子って知ってる大庭久美子大庭久美子って <laughs> なんでオー庭久美子が出てきたのオーバーいやーこれ常陸牛ほんとうまいようんこんな感じだったもうもっと赤みはなかったですね僕がやった時はもう全部ふっくらと焼けて本当 <coughs> 美味しかったよ本当美味しかったあのね見た目は結構大きいんですよハンバーグ持った感覚も重いし焼き上がって 焼き上がってもあのちっちゃくならないんですよね大きかったんですよ大きかったんだけどあっという間に食べちゃって記憶にない記憶にないほど美味しかった、はあ、うん大根おろしね山にして食べたんですけどポン酢でね最高にうまかったなまあ最初は肉だけ食べましたけどすごくね 柔らかいんだけど肉の噛み応えもあったんですよ最高だったなで一応これはねつけますあさって後日つけることにしました車検は来週も予約しちゃったちょっとねもう最近すごいお金が出ていっちゃっててパソコンも買ったでしょ20万円のパソコンも だからさちょっとさ大葉久美子そう今日は食べましたハンバーグね美味しかったな大葉久美子大葉久美子っていたよねあれこんな顔だったっけ えうん年取った年取ったか大場久美子え大場久美子コメットさんじゃなかった コメットさんじゃなかったオーブ・クミコってあれコメットさんそう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 これですよねこのこのなんかステッキ持ってましたよねこれね あこんな感じあったか大葉久美子このステッキ持ってましたよね懐かしいね大葉久美子って知ってますよ皆さんあだらけさん大庭久美子可愛かったよね今何歳なんですかね6 0歳にはなってんじゃないですか 大場子コメットさんですよねコメットさん懐かしいねゃ田中さん知ってますん中森明菜じゃあさ伊藤司って知ってる伊藤, <laughs> 伊藤司まあちょっと前にね10年ぐらい前に CM 出てましたけど伊藤司してたらやばいよほんと そうそうこれですねこの顔ですね私たちの私たちの見覚えがあるのはこの顔ですこの顔です伊藤司さよならこんにちは伊藤司伊藤司のこの顔でいいんですよこの顔でこの顔でいいと思いますね うん。あ可かわいいね。かわいいね。ひとつかさ。ひとつかさ。どんだけオタクなんだよって感じですね。どんだけオタクなんだよって感じです。1981年だからね。僕が11歳の時だからね。 伊藤司伊さ司大先輩ねはいすいませんうんえうとれるほどだった大場久美子大場久美子ああはいすいませんはいすいません 上がっってきちゃったね田中さん今日僕もこれ買ったよ長屋長屋の梅酒これでかいねこれでかいすねこれ田中さんこれでかいっす,、ね、いっす長屋の梅酒これ1000円で売ってたから家の近くのスーパーで今日朝一番で儲けたじゃないですかで田中さんも,も田中さんも朝一番さ 全然 LINE <laughs> グループでコメントしないでさ、こっそり僕たちの情報を聞いてて、こっそり儲けてましたよね、田中さんもね。うん、梅酒。下敷き懐かしい。ああ。あー下敷きね。ありましたね、それのね。下敷きね。僕、何使ってたんだろう、松田聖子かな、ね、やっぱり。 <laughs> 田中さん田中さんこっそりさ我々の情報を聞いててさまあ一部理確しましたとか言って <laughs> こっそり儲けてんじゃないですか FX でびっくりしましたよあの時は今日はねいつもさ朝ショート入れて やる剥げられちゃって <laughs> ちゃんと利確しなかったから担ぎ上げられちゃってで夜またガーッと下がってきてで利確してでああなんとか儲かったって感じだったじゃないですか今週は今日は朝からバッコーンって下がって利確して朝一番で利益出たので朝から気持ちよくて気持ちよくてねも FX もよくて それしかやってないですね、朝一番でしかね。あとはもう、はい、買い出し行ったり、オートバックス行ったりしてね、結構忙しかったですね、今日もね。車検だけはね、どうしても、不要不急とは言えないですね。まあ、期限切れても、1ヶ月ぐらいだったらいいかもしれないけど、いや、だめでしょうね。 ダメでしょだってコロナもう収まってきちゃったもんね。期限切れたら多分遅れちゃうと思うんだよね。警察にね。まだ8枚放送してんの。ショート。贅沢だな。なあ、これ上上がっていくんじゃないですか上がると思うよ。明日中根すごい。100ピープスぐらい上がると思うよ。明日中根。 明日すごいからダッキャーンって。107円いっちゃうからまた。100ピープスぐらい今からロングで取りてもいいんじゃない <laughs> うん。ロング。ロングで取けば100ピープス取れるよ。あ、だから両方入れとけばいいんじゃないの両立てしとけばいいんじゃないの なんか下がりそうだねうん、うん、ああ、縦どう値決済、縦根決済、仕込み済み、じゃあ損はしないんだ。下がる気もするね。じゃあ、それ、ポールポジションにするつもりなんだ。ポールポジションに。確かにもう、まあ、ここ過ぎたら、まあ、結構下の方まで行っちゃうかもしれないね。 ズル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 ってねフラッシュクラッシュあるかもしんないねただ明日の中では結構大きいと思うんですよ明日の中ではねはいということでね最近はねあ XM ってさ 5万、ゴールデンウィーク中は5万円まで入金したら倍になるじゃないですか。今日で終わりだっけあれ。今日で終わりだっけ倍になるの。やばいね。じゃあ、あと僕4万円入金できるから、クレジットカードで4万円入金しとこうかな。そしたら倍になって8万円になるもんね。大きいよね、それね。大きいよね、それね。 うん。日経明日上がるかどうか。ロングシグナル。あ、田中さん、それ使,使った。5万円入金したんだ。俺、あとね、1万円しか入金してないから、助かりました。あと4万円入金しとこうか。そしたら8万円になるもんね。大きいよね、それね。 普通はさ、ほら、1.2倍しかなんないじゃない。1万入れると1万2千円しかなんないけど、今1万入れると2万になるもんね。おっきいよね。はあ、4万入れちゃうかな。4万入れちゃう。ライブ終わったら。で、別に出勤すればいいだけだからさ。ね。やっぱりやめたって言うんだったら。うん。明日日経、上がるんじゃないですか 爆上げすると思いますよ。なぜなら、あの、日本のせ、日本政府のコロナに対する方針が大転換したじゃないですか。昨日と今日で。あの、やっぱり厳しくすんのやめたっつって。5月半ばで、もう通常生活戻していいよみたいなことになっちゃってるじゃないですか。なぜかというと、お隣の韓国とか台湾が、 あのーまあ、昨日ぐらいから通常経済に戻しちゃったんですよ封じ込めに成功したからねでそれを見てなんかもう大丈夫なんじゃないっつって勘違いしてんだよね日本政府ね自分たちも封じ込めに成功したと思ってるんだけど違うからねそれ全然やってないからね何もやってないからね <laughs> 日本はだって PCR 検査自体やってないじゃない。 韓国とか台湾はむちゃくちゃ毎日多くやってるんですよ。PCR 検査を。んで、感染者を完全公開してしまって、もう過去2週間とか、どこで何をしたか、レストラン入った、誰と会ったっていうのを全部一般に公開しちゃってるんだよね。それを良しとする社会風土があるんです。を作ったんですよ。で、みんな恥ずかしがらないで公開されちゃってるわけ。で、 そういういのがあって封じ込みに成功したわけですよで、まあ、この人の近くに当日いた人は PCR 検査受けてくださいってわーってやってるわけでドライブスルーとかね電話ボックスとかでやってるわけですよで日本はまだその第一歩もやってないからね一般の人がドライブスルーとか電話ボックスみたいなやつでねあの誰でも気軽に PCR 検査できるかってできないじゃないですか 保健所がもうめんどくさいし、来るな来るなって言っててね。で、やらなくていいやらなくていいってってさ。だから、むちゃくちゃですよね、日本は。で、それなのに、いや、台湾とかね、韓国で封じ込み成功してんだったら、日本はもっと成功してるはずだって思っちゃってんだよね。で日本は最初に一歩もやってないわけ。台湾と韓国は、もうさ、もう20も30も先行っちゃってるわけよ。 それを日本は最初に一歩もやってないわけそれでもうで台湾と韓国が封じ込み成功してるんだったら日本も成功してるに違いないと思ってるわけ先進国だからでもコロナについては劣等国じゃないですか経験がないからそれなのにじゃあね韓国や台湾がもう経済ねいもう始めちゃってるんだったら日本も始めようっつって昨日から大転換しちゃってるわけ で5月の15日ぐらいからあの、経済元に戻しますって言っちゃってるわけだよね、今ね、日本経済も。だから、明日ブワーンと上がりますよ。むちゃくちゃ上がる。日経平均はね。そして、あのまあ、大丈夫やと思うけどね、日本はね。でさあの、あれだよ、だから3日か4日ぐらい前でしょ あの小中高大はの学校は9月1日から修行することに決めましょうとか言ってたじゃないですかそれいいねって言ってたのにその話なくなったよねもうねなくなっちゃったよねいやいいじゃん別に5月半ばからってころっ,ってさ手のひらかいてくからどうなっちゃったのかなと。 うんうんああ名古屋のパブ <laughs> 明日から営業再開だから結局パチンコなんかもさ別に大丈夫だったんじゃないですか別にだってあれ対面じゃないからね対面じゃないから目の前はガラスだから俺は大丈夫だと思うんですけどね だって、居酒屋とかも、居酒屋とかも、だってスタートしていいんでしょだって。で、対面で座らないで横に座ってくださいって言ってたじゃん。だパチンコと一緒だもんね。<laughs> そしたらパチンコ屋をね、休業にする理由はもうなくなっちゃ、なくなっちゃいましたよね。うん。ですから、これ上がってくんじゃないですか、ドル円は。 うん、上行って、下行ったけど、わかんない。まあ、ちょっとこういうわかんないときやらない方がいいね。うん、僕は今日朝、ここで撮ったから、これ随分長かったね。横横の右上、横横で一旦下がって、また謎の爆上げして、そして75移動平均線にタッチして、ピンバーが出たから大下がりしたんだよね、これねで。これ見てればよ僕もショート入れたけど、 ね、15分足でピンバーが出たっつってだこの時ねあのオートバックスで見つ盛り所聞いてたんですよね、うん、まあ別にこういうチャンスはいくらでもあるからねうんいいんですいいんですまあこっからこの辺まで取ったかな30ピップスぐらい取ったかもしれないけどまあ中身で15ピップスくらいかなまあでもいいです うんはいビットコインは <coughs> <coughs> あすごいねこれ98万4000円だよ98万4000円だから多分今日明日は100万円超えるでしょうこれあとちょっとだもんねこれちょっと明日100万円超えるよねこれなぜ上がったかというとドルが下がったからですよ ドル円が下が下ったから、うん、だからドル建てで買ってる人が多いから,から結局ビットコインの価値は変わってないわけだから円の価値が上がったからだから円建てのビットコインの価格が上がってるわけうん、うん、だよね <laughs> 14日目どうん、地域ごとの解除を検討するとのこと うん。ああ、本当。田中さん、今日ね、僕、これ食べたんですよ。これ、たち牛。むちゃくちゃうまかったですね。むちゃくちゃうまかった。たち牛。あと、これ、ハンバーグの作り方って難しくて、玉ねぎ、ね、煮込んだ玉ねぎ入れたり。 あと、つなぎですよね。卵とか、小麦粉、パン粉、小麦粉か、つなぎ入れたり、あとは、なんとか缶かとかっていう、なんとか缶かとかっていうですね、あの、香辛料入れるんですよ。なんだっけ香辛料、なんとか缶かとかってなんなんだっけハンバーグの香辛料って、なんつうんだっけ,だっけ ハンバーグの香辛料なんとかかんとかって入れるんですよねなんだっけな俺買ったんだけどな <laughs> あれなんだっけ つなぎってんだっけ違う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 なんだっけつなぎつなぎこ違う違うブラックペーパーじゃないないっすよね <laughs> つなぎ <laughs> なんだっけな,なんつったっけなちょ,ちょ忘れちゃいましたけどこれね美味しかったですそれで あ、ナツメグ。ありがとう。佐藤さんとか、平田さんありがとう。ナツメグ入れるんですよね。ナツメグ入れると美味しいですよ。ナツメグ。よく知ってるね、皆さん。 あれナツメグがないねタになってるナツメグこれねナツメグ入れると美味しいんだけどあんまり入れすぎるとさまたナツメグの味がねすごい出ちゃうので、まあ、そこそこにしないといけないんだけどナツメグ美味しいよねうん 夏めぐ、夏めぐ YouTube 見ながらさ、あの、こういう具材を買ってきてね、家で作るんですよ。大体いい YouTube、YouTube 見ると早い,早いからね。うん。でさ、ほら、平田さん、平田さんにさ、この赤牛の、 熊門、赤牛の、赤牛100%のさ、モンハンバーグ。いや、自分で買おうか。自分、自分で買いやいいじゃん、みたいな感じだよね。モンハンバーグ、これ絶対うまい。これ絶対うまい。これ、赤牛の、赤牛のハンバーグ。赤牛ってうまいんですよ。本当に。本当にうまいから。赤牛、まあ、そりゃね、あの、赤牛って言うんだけど、 あのー、脂肪分が少ないんですよねほとんどなくて赤身なんですよだからねその焼肉食べ,た食べる時も脂っこくないんですよねハンバーグに夏目ぐ必須かェフですからかわいいそうだよね夏めぐって何ハンバーグの時だけしか使わないの夏めぐって あとさ、僕、ナンプラーとかさ、あるんですよ。ナンプラーってね、なんかあの、ベトナム料理だったかななんか作った時に、ナンプラーが必要だって買ったんですけど、ナンプラーって、なんか,なんか魚、魚のさ、油の匂いがするんだよね。で、臭くてさ、なんかあの、ベトナム料理かなんか作った時に、あの、ナンプラーって使ったんですけど、 それ,それ以外の料理ではナンプラーって使わないわけ夏めぐってのはハンバーグ作る時しか使わないんですから夏めぐってえいやいいよいいよ平田さんいいよこれクマも1050円そう配送料これ絶対うまいと思うんだね 120g3 個 1620円うんああ評価はない言葉は書いてないんだいやーなんかハンバーグとかやみつきになりますねお取り寄せハンバーグね でこれ,とこれは作ったんのこのこの,この豆みたいなの買わなかったんだよねこれとこれは作りましたうん美味しかった美味しかったなハンバーグハンバーグ今度ね皆さんあの松戸まで来てくれたら料理作りますよ僕がねうんハンバーグ作るのもよしあとは僕の大好きな ミルフィーユカツレツを作るのでもいいし何でもいいよあほんナンプラー使った時ないうんこれうまいと思うよこ,これでこれは楽しみにし楽しみなんですよね まあ、あとこれを買おうかもやってるんですよねこのフットグルーマーグラウンフットグルーマーグラウンこれこれあのお風呂入った時こう椅子にね座りながらこう足をね上,上下に右あの上下にするんだってでこれボディーソープかなんか垂らして上下にするんだってそうすると足の裏の角質がね取れるんだってでこういう なんかゴムの先っちょにこう固い何かついててこれでねあの足の裏の皮膚を削ってくれるんだってさあとね消毒もしてくれるからなんか靴下とかね臭くなくなると足臭くなくなるってよ本当にんにで足の裏もマッサージになるからこうやってねこうやってさほら使用前 使用,後使用開始より1ヶ月で足がねあの血行が良くなるんだってさこれも足冷え性でしょこれずっとねこう血行が良くなるんだってで足の裏は第二の心臓って言われてて人間って歩く必要がたくさん歩く必要があって歩くことによって足の裏で血管が収縮してあの心臓にね血液がまた戻るっていうふうになってるらしいんですよ。 だから歩かないとあの体に悪いんだって心臓に負担かけちゃうんだって歩くと心臓に負担が第二の心臓として足の裏がね機能するんだけど足の裏がやっぱり角質で覆われちゃうと硬くなっちゃうでしょ足がだからあのー、このフットグルマーグランでね足,足元すべ,すべすべになるんだってこうやってあれ 見てこれこの赤ちゃんのような足まあ僕い大体こんな感じなんですよこんな感じで白あの角質で覆われちゃってまあ白っぽく <laughs> 白っぽくなっちゃうんだよねこんな感じになっててなんか足全体が水虫なんじゃないのっていうぐらいになっちゃうんですよねでこれ同じ足だよねここにさここに数字もあるしねでここに字あるでしょ同じ足なんだよこれね同じ人の足なんですよこれ 見てこれ、もちもちのさ、赤ちゃんのような、赤ちゃんのような足になっちゃってるよ。赤ちゃんのような足になってるじゃないですか。ね。いや、こうなるみたい、本当に。本当になるみたい。僕、いろいろ、ずっと読んでたんですけど、<coughs> うん、これを、買おうか、それか誰かに買ってあげようか悩んでるんですよね。誰か欲しい人います 楽しみにしてる欲しい人いないほんと必要なかったちょっと待ってなんか変になのっちゃったな。いやどころねまずは1番。 泡立ちを良くするためお湯をたっぷりかけますと、ね、<laughs> それから円を描くように石鹸をブラシにこすりつけるとボディーソープも使いますとボディーソープでもいいよとピローンつって,って、ね、そして椅子お風呂の椅子などに座りブラシに足を乗せて前後に動かすとこれだけなんですよそして使用後はフックにかけるか 壁面に貼り付けて保管できますと。まあこれ貼り付ける。あ裏に吸盤がいっぱいついてんだね。タコみたくね。で、こうやってくっつけて乾かすことができるよと。まあ衛生面を考えると一人一個必要だよね。家族でみんなで使うってちょっと気持ち悪いからさ。まあ色三色あるから、お母さん、娘、お父さんとか。 うんこれさやっぱ9130円ってなかなかねなかなか買えないじゃないですかそれでまがいもんがあって7000円とかね7100円とかこれとか99999 <laughs> 99円のさなんかフットブラシみたいなこれ痛そうだね尖ってるねこれ痛そうだねこれあれこれ一緒じゃないこの これ一緒じゃないさっきの。さっきの写真と一緒じゃんこれ。あ、これ、こう使われちゃってるんだ。この足。この写真使われちゃってるんだ。勝手に。これは、なんかうまくいきそうになさそうだね。トゲトゲだもんね、ただの。ただのトゲトゲだから、ただ、 痛そうだね、これ。痛そうなんだけだね、これ。うん、これはダメだと思うんですよね。まあ、これは7000するからほとんど同じ感じなんですよね、これね。あちょっと違うのか。ちょっと違うんですね、これもね。うん、やっぱりさっきのが一番いいみたいね。あれこれもなんか、写真使われちゃってんじゃないですか、これ。 あ販売してる人が、販売してる会社が同じなのか、販売会社が一緒で、メーカーが違うのか。なるほどね。<laughs> このフットグルーマーグランを、まあ、今年のね、クリスマス、自分、自分に対する、えー、っと、クリスマスプレゼントのつもりで、まあ、ちょっと、買おうかなと。 年末にかけてね年末にかけて今日今年は買っていこうかなと、まあ、そう思ってる次第でございますはいもうちょっと飲むもう寝るみんなはビットコインはねあの上がるね明日多分100万は超えると思うんですよ明日銀行始まるから明日銀行始まるんでまた入金するでしょ日本人が どれぐはどんどん落ちるからねそのまま飲むと濃いねこれ現役だねそのまま飲むと濃いよねすごくね梅酒ってねうまいねやっぱり蝶屋は蝶屋でうまいね蝶や五0 0 0円1080円 梅いっぱい入ってるからね、6個ぐらい入7個ぐらい入ってる。うん。美味しいですよ。これ、でっかいから。で、これ、中身飲んだら、あの、水筒として使えるね。なんか、あの、何麦茶入れたり使えますね。完全に使えますね。クリスマスなうん。 明日の中寝は <coughs>、明日の中でね、バッキリンっていくから、多分、8時ぐらいから上がっちゃうんじゃないですか。うん、7時から8時はちょっと、できないからねあの。スプレッドが高いからね。だから、スプレッド、それを、終わスプレッドを落ち着いて8時、8時に落ち着くでしょう。そしたら9時待たないまでも、 明日は中値上がるんじゃないですか明日、明後日は。で、ゴールデンウィーク明け,けるでしょで、日本の大企業は決済しないといけないから。で、ほら、5月5日は昨日だったでしょで、その後島日も1個潰れてるから。だから明日、明後日は、ま、かなり。で、10日。<coughs> 10日日曜日だから、やっぱり5日と10日の分を7日と8日、8日に払わないといけないっていうあ、いけないよね。だから爆上げじゃないですか、明日は。明日ロケットに100ピップスくらい上がると思います100ピップスぐらい107円また行くと思うんだよね。あ、そうするとビットコイン下がるか。そうするとビットコイン下がっちゃうね。うん、下がっちゃうかもしれないね、ビットコインね。 明日ビットコイン下がるかもね。明日の朝ね。中身で下がるかもね。うん、さっきのフットグルーマーグラン。まあできれば今すぐ欲しいんですよ。でまあ一応1万円ぐらいね。1万円ぐらいだったら、<coughs> FX でね、1日で稼げるから、まあ別にいいんだけどね。 こもったいぶってるところがいいよね、僕もね。もったいぶって、いや別にお金あるんだけど、お金あるんだけどさ、なんだかんだ、なんだかんだ言ってね、お金使いますよね、毎月ね。さっきも車検で23万円必要だとかさ、パソコンで20万円必要だとかね、もう買っちゃったんですけど、パソコン。支払いがまだなんですよ。あ支払い明日だ、パソコン。 いいっぱいあるけ固定資産税はもう払いましたけどなんだかんだなんだかんだして毎月必要じゃないですか皆さんもだからあれフットグルーマーぐらい1万円1万円なんてなかなか買えないですよもう不要不急のねものを買えません1万円なんてねだから FX で1日1000円でもいいから コツ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 貯めるってことは本当我々庶民にとってはですね本当重要なことだと思いますようんなるほどトレンドラインブレイクしたら、うん、うんうんうん、うん、そうですね明日はあかると思いますけどね 誰が、なんて言おうとしたばっかりだと思う。明日の朝ね。で、これほら、落ちる気ないでしょ。ほら、上がっていってね。これずーっと、いや、今から上がるよ。いや、今、ロング、打診買いしとけば、明日朝起きたらびっくりするぐらいお金になってますよ、これ。うん。で、ここからさ、ロング入れ,入れられるでしょ。だからもう100、150ピップスぐらい上がるんじゃないですか、これ。うん。 今からロング入れた方がいいですよ、これ。まあ、ここ怖いけどね。怖いけど、だってもうこんだけ上がってるし、上がるでしょ。<laughs> うん。バイリミットまあ、バイで今もう入れちゃえばいいんじゃないこれ。俺入れちゃうかな、あの人。ちょっと。<laughs> やめてそういうの。やめてそやる気ないんだから。 やる気ないんだから。あのー、今日2000円買ったね、口座残高8 7 6 0円になって、残高、クレジットボーナス入れともう1万円超えましたよね。でここで、これ、ロング1本入れとこういや、もうやめとくわ。入れとこうか。いや、やめとくわ。めんどくさいもう。<laughs> め,さい <laughs> めんどくさい。めんどくさい。めんどくさい。もうちょっと <laughs>。はい。 今日2000円勝ちましたね。たった2000円とは言,言いませんよ。まああの、だって証拠金すごい少ないからね。出金を、1万円超えたら出金しちゃってるからさ、ちょい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 。そして残高がまた3000円とか2500円からスタートして、また1万円行ったら1万円出金して、で、また残高がさ、クレジットボーナスだけでね、2500円とかになっちゃって。それで、 <coughs> また1万円になったらってずーっとやってるんですよ。永遠にやってるんですよ、それ。だすごいことかなぁ。え、こっからロング入れるといいよ。先生、入れないなら入れないです。半減期来ますけど、ビットコインいくらになりますかね。あ半減期はね、あんまりねあの、反応しないんですよね、ビットコイン。前回も反応しなかったから。 半減期来てもねだからそうですねただ、まあ、半減期うんぬんしっかりでですねまあちょっと明日ちょっと一旦下がると思いますよ明日の朝はね一旦下がるけど結局上がるでしょう。 うん175万円ですね175万円ですねビットコインね PTC5 月末ですね5月末の値段ですね 5月末の値段が175万円まあこれは硬いでしょうねうん、まあ、また近づいてきたらまあじわじわ,じわじわ上がっていっちゃうよね150万ぐらいになっちゃうとまああれもう150万になっちゃったのってみんなさわさわしながら買い出すから一気に上がっていっちゃうよね、まあ、100万超えるとみんな買い出すからだとだとあと3万あと2万でしょだって うん、だから明日銀行が開くんで入金する人増えるんじゃないですかあ土日もやってんのか今まあだからそうだなあと2万で100万超えるじゃないですかそうするとまたニュースになるからビットコイン100万超えたーっつってそうすると一気に120万までいっちゃうでしょ120万いったら130万いくでしょ 130万いったら150万いっちゃうもんね。だから、この今月末は175万じゃないですか。そこから一旦ちょっと下がるけど、150万ぐらいまで。あとは、じわ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 180万から200万はいくんじゃないですか。7月ぐらいまでには。200万円はいくんじゃないですか、ビットコイン。うん。なんだかんだ言ってのコロナ、コロナの第2波、第3波ってくるんじゃない 日本とアメリカは <laughs> 韓国とか台湾みたく封じ込めの経験がないでしょ中国も封じ込めの経験あるけど中国韓国台湾はよくやってるじゃないですか香港とかだって SARS とか MARS の経験があるからねで日本とかアメリカイタリアフランスドイツがニューヨークあのヨーロッパなんかも経験がないから,だから第2波第3波が来て まあ日経平均また下がっちゃうよね。で、ドル円もすごい下がっちゃうでしょう。そしてビットコインは上がるばっかりでしょう。ううん。だからそういう構図にはなるよね、どうしてもね。うん。まあこれちょっと僕はロング入れたいけど今日やめとく。うん。そんな、そんなお金が欲しいわけじゃないからさ。いや、お金欲しいけど。<laughs> フットグルーマーグラン買いたいけど。 飯美味しいな。まだたくさんある <laughs> 明日、明後日、明てしって来週いっぱいぐらいあるかもしれないね <laughs> あとこれも美味しいねこれ上機嫌山形県の酒田のよう <coughs> 地だけ上機嫌大きな上機嫌 これもあとちょっとしかないこれも美味しいあの日本酒美味しいねまあそりゃって <laughs> 焼酎も美味しいですよ焼酎もねあとウイスキー余市も余市も美味しいしあとはこれ飲みたいんだよねますみますみも飲みたいわけですよでこうやってねオンライン飲み会をやってるわけでございますが まあできればね、あのー、どっか居酒屋でね、あのやりたいですね、飲み会をね。まあ、ただ、こうやって YouTube でさ、オンライン飲み会やってると、こうやって FX でね、金儲けしながらさ、金儲けしながら、できるわけじゃないですか、飲み会が。だから、それはそれで。 楽しいよねうん梅酒の中の梅は先に食べられますかあ食べられますよこれ蓋を開ければただ菜箸がないと菜箸がないと取れないけどね蓋がすごい大きいから食べられるけど先にねまたどうやってするのかなえ誰が入れたの なるほど175万祈ってますうんあ石垣島行きたい石垣島いいとこだったねうん石垣島はね 意外とでかいんだよね島がねただ自然が残ってるほとんど自然海が綺麗穏やか街も可愛らしいで素朴でのどか人々は優しい、はあいいかったなで食べ物は美味しい、うん、お肉も美味しいし魚もうまかった 石垣島いいとこだったな俺石垣島だよな俺行ったの石垣俺俺どうやって行ったんだろう石垣島って飛行機で行ったんだよねいやーよかったな <coughs> <coughs> 沖縄もいいけど沖縄もう人いっぱい住んでるし観光地なんですよね 石垣島はまあ無人島っていうかいいとこだったねとにかくもう言葉には尽くしきれないほどいいとこでしたうんうん梅酒の梅もまだたくさんあるあ平田さん食べてないのか僕あげたのにせっかくうん 先生ちゃっかり、ほら、上がったでしょ。ね、上がったでしょ。はい、理科とか言って、ほっとくわ、もう。ほっときます。はい、理科とか言って。<laughs> うん。美味しい焼肉屋さん行きました何より海が宝ですよね。美味しい焼肉屋さんだったかななんか居酒屋行きました、美味しい。まあ予約して取れないところ。 <あ>の <laughs> 美味しかったねマグロとかも美味しいんですよね石垣島ねなぜかねマグロも美味しいしもうあの石垣牛がすごい美味しいですね石垣牛がすごく美味しかったですねうんいやこれ100ピース上がるよ今から明日の中年にかけてだからロング入れときゃいいんじゃないあうめね うん、いや、これ上がっていっちゃって、ずっと107円までいっちゃうって。で、1 0万、まあだから十万通貨とか入れとけば10万ぐらいになるでしょ。だったら明日の朝までうん。まあ、あの、とにかくチャートはファンダメンタルで動いてるからね。ファンダメで動いてるから。で、ファンダメ、ファンダメで動いてんだけど、一応きっかけはテクニカルで動いてるから。ただ、全体的にはファンダメだから。 うん。梅酒も、梅酒美味しいよね。だ日本酒も美味しいね。あと余チウイスキー。僕一番好きなのは、えー、っと、山竹違うなんだっけ竹竹藤違うなんだっけ 山崎、山崎。山崎が一番好き。<coughs> うん。まあ、明日から会社の会社がある人いるかもしれないけど嫌ですね、会社ね。うん。まあ、できれば、会社行かなくていいよって。僕が毎月ね、100万円、僕が毎月ね、死ぬまで100万円振り込むから、 会社行かないでもうゆっくりしなよって人生頑張ったんだからってね僕が FX で稼いでおくから毎月少ないけど100万円は必ず送金すっからだからもう会社なんか行かないで家でゆっくりしなよって言いたいですダメなのダメ少ない ほら上上がってくるんでしょほらフリーメイソンからの手紙だからねこれねフリーメイソンからの手紙だからはい爆上げでしょだからあこれさ俺15ピプスでさ15ピプスであの離閣されちゃうじゃんこれあ,あ大丈夫か全然大丈夫全然大丈夫だ15ピプスで離閣されるようになってんだそういえば <laughs> そうだった。いいえ、15ピース行ってみろ行行く。行けるもんなら行ってみろって感じですね。うん。はい。ということでね、今日はこの辺で終わりにさせてもらおうかなと思いますよ。<coughs> ということでね、いつもこの YouTube ライブっていうのは、 まあ僕がね、朝から日中 FX をやってねで、いくら稼いだのか、いくら負けたのか、まあそれで祝賀、祝償会なのか、それから残念会なのかをやる、夜やるライブになり,り果ててますけどね、<laughs> なかなかね、夜はやらない方がいいですよ、皆さんも、FX。夜何がか分かんないから。 朝方なんて楽だよ。<laughs> 中根ってのがあるから、時間で分かってるからね、もう上行くってのが。で、その後下行くっての分かってるから、それは勝率高いですよ。ね。で、ちょいちょいやってれば、1億でも10億でも100億でもさ、いくらでもなりますよ。うん。まあ、あとは、あの、 お金については FX でね、ちゃんと期待値計算通りやってれば、お金については問題ないと思う。皆さんにおかれましてもね。だからあとは人間関係とか、まあ,あとは過去のトラウマとかね、そういうものをどうやってまあ解決していくかに、まあ、専念するといいと思いますよ。う でビットコインにつきましては、明日の中でちょっと下がる。わかんないな。でも、まあでもこんだけ上がってくからな。まあ明日100万超えるでしょう。で、もう下がんないんじゃない次は。うん。ずーっと行くんじゃないですか。1 1 0万ぐらい行くんじゃないですか。スーって行っちゃうんじゃないですか。 でこのジタブタしながらずっと上上がっていっちゃうって感じですね、うん、ビットコインも買ってもいいけどさまあレバレッジ効かないからねビットコインねちょっとボラも大きいしちょっと怖いんだよねやっぱあとほらあの期待値計算ちょっと計算しないといけないからうんあとこのスピード MT4 みたいなないでしょちょっと勝てないかもしんないうん はい、ということでね今日はこの辺でね終わりにしたいと思いますようんいいのいいのこんな上がっても下がってもいいのどっちでもそれではどうもありがとうございましたよみなさんお久しぶりです僕は白熊の白く君です 皆さんお元気でしたか南極は25度までなってしまって氷が溶けています皆様におかれましてもお風邪をひかないようにしてくださいね僕は明日は銀行行ってきます 明日はいろいろ支払いがありますので銀貨、銀貨、銀行銀貨。はいお久しぶりです今日はね常陸牛のハンバーグ本当とねもらったわけでございますが本当に美味しくてですね記憶にないぐらい味に記憶がないぐらい美味しかったです あっという間に食べちゃいました <laughs> 世の中にこんなおいしいのってあるんだねなのでね僕もこの美味しさをですね一人でも多くの人におすそ分けすべく FX でたくさんお金を稼いでですねこの日立牛を日立牛のハンバーグを この YouTube ライブをね見てる人すべての人にね送らせていただきたいと思いますそれではね今日はこの辺でね終わりにさせていただきます千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしましたどうもありがとうございましたおやすみなさいバイバイありがとうねありがとう